曲。最後まで付き合ってもらうぞ。軍師選択。もうこの子分かってるじゃない。何？演術が舞踏大会を開くですか？はい。しかもその大会の優勝賞品は全国の玉璽だとか。全国の玉璽といえば天下を治める者の証。これは何としても優勝して手に入れる必要があります。曹操様、その役ぜひとも私にお申し付けください。待て学臣、この任務貴様には荷が重い。確かにそうかもしれません。ですが私も日々鍛錬を重ね腕を磨いてまいりました。そうそう他国の者に遅れを取るつもりはありません。どうも学士、随分自信があるみたいね。カリン様、私の見たところ学士の腕はまだ未熟。この任務私にお申し付けください。そうそう様。学士、分かったわ。どうしても舞踏大会に出たいというのなら自らの手でそれを掴み取ってみなさい。自らの手で。学士、春蘭と戦いなさい。勝った方に舞踏大会への出場を命じるわ。曹操様。カリン様の命とあれば仕方ない。学士、お前の腕の未熟さ身をもって思い知らせてやる。カコートン様、申し訳ありませんがこの戦い何としても勝たせていただきます。幸せ。必ずや優勝して全国の玉璽を持ち帰ってみせます。勝利は我が手に。勝利。
国サーブとこれとこれここで
利は我が手に。勝利。第二国勝負。私と当たったのが不運だったな。ただの拳になる。私と似たものを感じる。義援万丈。第一国勝負。気を抜いたか。
違うのだ。勝利。第2国勝負。一刀よ。私の激辛麻婆鍋の熱さの方が勝ったようですね。勝ったのはいいけど、なんか違う勝負になってねえか。本人たちがいいのならそれでいいのです。それよりも次はついに決勝。相手は最強の名を欲しいままにする呂布か。こいつは手ごわそうだぜ。最後の相手はドイツなのです。でもたとえ誰が相手だ。さすが武力100と謳われた呂布、凄まじい威圧感だ。が私とて多くの猛者を倒してここまで来たのだ。優勝に手がかかった今、断じて負けるわけにはいかない。行くぞ呂布。ブルイが止まらん。紀元番長第一国勝負。
国。第2国勝負。武将選択。我が拳と共に軍師選択の出番だね。いいのか、それだけ武者震いが止まらん。飛燕万丈。私があの旅に勝った。そうです。そして舞踏大会優勝なのです。やった、やりましたよ曹操様。私が優勝です。幕臣、これで全国の玉児を国に持ち帰れるぜ。ああ曹操様、もうしばらくお待ちください。その手に天下を治める者の証をお渡しします。学臣、よくやったわ。あなたの戦いぶり、見事なものだったと聞いているわよ。いえ、そんな。謙遜することはないわ。あなたのおかげで私は玉璽を手に入れることができ、これはささやかなご褒美。ありがとうございます。わざわざ曹操様の部屋にお招きいただいて、このような振る舞いを受けるなど、家臣として光栄の至り。
そんな堅苦しいのは抜きにして今宵は楽しんでちょうだい。これはあなたをねぎらうための宴なんだから。はい。お料理が冷めないうちに食べてちょうだい。いい匂い。唐辛子の刺激的な匂いが食欲をそそります。気に入ってもらえたみたいね。これは店員に材料を吟味させ、私が作った激辛海鮮鍋よ。え、曹操様が私のために。きっとあなたの口に合うと思うわ。さあ、あんして。え、ほら早く。それでは。あん、どう、おいしい？はい。